時計は午後10時30分を回りました。今週も始まりました小室ゆりの夜サプリ。ここから30分お付き合いくださいね。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室ゆりがお届けする、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社と、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転はくれぐれも気をつけてくださいね。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりです。そういえばですね、私報告をしてなかったんですけれども、髪の毛を切りまして、そんなこと書いていつだろう、3月の末に切って、もう2週間ぐらい経つんですけど、やっぱね、私今年46になるんですけど、今でも言われるんですよね。なんか心境の変化があったの？何か悲しいことがあったの？辛いことがあったの？ないですわ。なもんないですわ。もうね、46にもなってね、酸いも甘いも二回りぐらいしてますよ。ないですよ。ただ単にオンラインってね、表情が分かりにくかったりとか、ね、この画面の中で表情をつけて、さらに見てもらえる努力をしないといけないわけですよ。そうすると少しね、顔周りに動きがあった方が人の目線は集まりやすいんです。人の目線って動くものに行くので、っていうので、まあ短くはしてたんですけれども、もうちょっと短くしようかな、もうちょっとだけ短くしようかなと思って美容室に行ったら、もうちょっとがだいぶ短くなっちゃって、今は、肩上です。まあでもおかげさまでね、好評です、はい、似合うねと。なんか長い時よりエレガントになったねっていうお声はいただきますね。ありがたい限りです。今後私がこのショートボブを維持し続けるのか、またロングに戻すのかは、はい、このコロナ禍次第と言えるかもしれません。さて、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはラブリサーチ。女性のための恋愛アンケートサイト、ラブリサーチ提供のアンケートをもとに女性心理を解き明かしていくコーナーです。今週はお付き合いしている彼との共通の知り合い、いる方がいいかいない方がいいか、アンケート調査発表します。リスナーの皆さんから寄せられた質問にお答えしていく教えてゆり先生。今週は結婚を悩んでいる男性からのご質問が寄せられております。真摯に寄り添ってお答えしていきたいと思います。そして大阪の占い癒しどころ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いもお届けします。新生活を楽しもう編です。4月も半ばになりましたね。新生活楽しんでいますか？番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエスト何でも OK です。じゃんじゃん送ってくださいね。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレス yuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ、 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。
夕暮れのオレンジ染まるラブリサーチ。このコーナーは女性のための恋愛アンケートサイトラブリサーチ提供のアンケートをもとに女性心理を解き明かしていくコーナーです。ということで今週はこんな質問です。彼との共通の知り合いはいる方がいいですか、いない方がいいですか。悩みますね、これ悩みますね。私のことを話して、今いいや、先に行こうすいません、先に行きます。はい、いる方がいいと答えた方は104名中の88名、 84.6% の方がいる方がいいと答えています。いない方がいいという方はまあ 15% ぐらいでしょうかね。じゃあいる方がいいよと答えた女性なんてご意見をいただいているか。自分が見られない彼の様子や出来事を教えてもらえるから、何かと情報が共有できるから、彼と二人で遊ぶだけでなく共通の友達も一緒に遊ぶなど楽しみの幅が増えるから。このご意見が多かったですね。やっぱり共通のお友達がいることで共通の話題が増えたりとか、自分が知らない彼の様子っていうのが情報として入ってくる、このご意見多かったです。またはこの意見も多かった、この意見も多かったです。悩んでる時相談に乗ってもらったりできるから、これも多かったですね。これはわかるな、これはわかるな。なんていうのかな、自分の状況とか、相手の状況、性格も含め全く知らない人に相談してもちょっと的外れな回答が返ってくることがあるなって感じることがあるんですよね。ただね、この的外れって今にして思えばね、こう男性と女性の行動心理を学んだ上で言うのであれば、的外れっていうことはすでに私の中で欲しい結果、欲しい答えがあるから、それが的外れって思うわけですよ。まあ、そうだったんだろうな、今までの私はそうだったんだろうなっていうふうに見ているんですけど、まあでもその仲を取り持ってもらえるとかね、そんな意見もありましたよ。喧嘩になった時お互いのいいところも悪いところも知ってくれているから話していて落ち着きやすいし、カップルのお付き合いだけでなく友達との付き合いも大事なので息抜きがしやすいと、いうご意見もありました。友達だからこそね、分かってくれる人だからこそ間に入ってもらえたりとか、深い相談ができるっていうのが共通の友達がいる、共通の知り合いがいるメリットですよね。さて、じゃあですよ、いない方がいいと、いない方がいいと言っている女性のご意見、こんなご意見。浮気を知る原因だったから共通の知り合いがいると情報が筒抜けになりそう、気を使う、または彼と別れた時が面倒。そうですね確かに共通の友達がいると話題が増えるのもあるし、遊ぶ幅が増える、時間がね、もっともっとこう濃密なものになるのはあるにせよ、私は実はいない方がいいなと思う口です。っていうのがもうこの3つ、浮気がバレる原因、あと情報が筒抜けになる、気を使う、彼氏と別れた時面倒これ全部当てはまる私はいない方が好きですね。いや、いない方が好きなんだけれども、結
果的に結果的にいるっていう方が大きい多いですね。結果的に、そう、もう一回言います。結果的に共通の知り合いがいる人とまあまあお付き合いしてきたことが多かったなと思いますね。じゃあ私どうしてたかっていうと、友達にお付き合いのことを話さないっていう。本当こういうこと言うとね、男性っぽいなって思うんですけど、本当話さないですね。秘密主義って言うんじゃないんですけど、秘密主義って言うんじゃないんだけど、情報が漏れていいことがないっていう考え方ですね。共通の知り合いがいるので、一緒にはもちろんね、飲み行ったりとかするんですけど、その時にお付き合いをしていることとか仲がいいっていうことをあまり言わない。知ってる人は知ってるけれども、その知っている人も口が固い人だけだったりとかっていうのが、まあ、これが多分ね起因になってると思うんですけど、私が初めてお付き合いをした方が、まあ、中学校、あ、高校か、高校の時だったんですけど、すごくこう近い人だったんですね。同じ部活のお相手だったので、男性だったので、まあ、3年間まるまる学校も一緒、部活も一緒で、帰りも一緒みたいな、ずっと一緒にいて、そこにもちろん友達もいて、で喧嘩ぐらいだったらまだ良かったんですよ。やっぱね、喧嘩することもありますから。だけどその中で、はい、あの、まあ、当時ね、高校生ですよ。高校生だから、それを浮気と、ね、言うのかどうかっていうのは非常に悩ましいところではあるんですけれども、まあ、他の女の子に気を取られてしまったと。なんかね、今思うとね、結構な割合で、私以外の、あの、部活動の同僚っていうの、あの、同級生とか後輩とデートしてたみたいで、それを知った時っていうのがまあしんどかった。でそれを周りも知ってたっていうのがちょっとね、しんどかったですね。私だけが知らない状況が部活動にあったっていうのが、それがちょっとねしんどくて、それだったらその情報は知らなくていいと思った口です、思う口です。なので私はですよ、あえて私はあまりその方のこういう関係とか、お相手のこういう関係とかを知らなくてもいいかな、今この時間、マインドフルネスじゃないですけど、今この時間を2人でいかに大事な時間にできるか、共有できるか、濃密な時間にできるか、信頼関係が築けるかっていう方を大切にしたいかなと思いますね。うん、もちろん人それぞれです。これね、まあ女性への質問アンケートではありますけど、同じ意見で男性もね、いる方がいい、知り合いがいる方がいい、いない方がいいと。これいつかなんか別な形で聞いてみようかな。聞いてみたいと思います。分かった、17ライブの、はい、アンケート調査でちょっと聞いてみようかなと思うんで、はい、楽しみにしていてください。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。
沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。教えてゆり先生。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられたさまざまな質問にお答えしていくコーナーです。メッセージいただきました。馬が好きさん、ありがとうございます。読みます。結婚を考えている彼女がいます。同棲をして1年ほど経つのですが、数ヶ月前から完全にセックスレスです。こちらから求めても彼女が嫌がります。このまま結婚してしまって大丈夫でしょうか。この結婚は諦めた方がいいですか、というこんなご質問、ご相談いただいております。ありがとうございます。女性が拒否するパターンのセックスレス、これ大体理由は2つあると思ってもらっていいと思います。1つは日常生活に不満がある、日常生活に不満がある。もう一つはセックスが痛い、下手ではないんです、痛いんです。これね、セックスが下手っていうのはその中にもいくつかこうカテゴリーがあるというか、そのうちの一つが痛いなんですよね。気持ちよくないとか、毎回一緒マンネリっていうのは女性はまだ受け入れられるんですよ。受け入れられる、これ大きなポイントです。女性のセックスというのは今この現状の日本のセックス像、女性が考えるセックス像の中では受け入れるセックスです。なので下手でも、下手でその気持ちよくないとか毎回一緒っていうのは受け入れられるんです。だけど痛いセックス、自分の体自分の心が傷つくセックスっていうのは受け入れられないんです。ここ一つポイント。馬が好きさんのセックスがもしかしたら彼女の体または心を傷つけているかもしれない、はい、あと日常生活のね、こう不満っていうのもねちょっと厄介だなと思いますけど、女性が男性に思う不満と男性が女性に思う不満ってどっちが分かりやすいかって言ったら、やっぱり男性が不満、男性が思う不満の方が分かりやすいし解決しやすいんですよ。で、女性もその解決するスキルがあるんです。なぜか女性は演じることができるからなんですよね。自分自身を変えることができる、それは男性よりも女性の方が得意です。なのでここは変えていくことができるんですけれども、対して男性は自分を演じて変えることが苦手です。なので女性が求める日常生活の変化、ああしてこうしてリクエストを出されてもやっぱりどこかで抵抗感を感じてしまうんですよね、うん、なので日常生活で彼女が不満に思っていることがあるとすれば、馬が好きさんは今の生活の100万倍以上努力をしないとおそらく彼女は馬が好きさんとのセックスを再開してくれないんじゃないかと思います。まあそんな中でね、じゃあどうすればいいのっていうと、まずは彼女の
求めることっていうのを一生懸命やってみてください。そうじゃないとね、さっきも言いましたけど、男性はご自身が自発的に変えていくことが苦手なので、変える必要があります。努力する必要があります。結婚してしまって大丈夫か、結婚したいという願いが、それがゴールであれば、ぜひ変える努力を今から始めていただきたいなと思います。ね、変える努力って結果が伴わなくてもいいんです。これ変えてくれている、自分のために変化を起こそうとしてくれている経過を女性は見ます。はい、女性は経過、男性は結果です。結果が出なくても大丈夫、その変えようと努力している姿を彼女に見せてください。さらに深い悩みを解決したいあなたは、エキサイトお悩み相談室へお問い合わせください。インターネット検索、エキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週も十二星座で占います。新生活を楽しもう編です。それでは今週もセクシーに参ります。お羊座、カーテンを買い替えて、夜はぴっちり締め切って、二人だけの世界へ連れてって。お牛座、色の変えられる照明にしてね、私のピンク色に染まる肌、大興奮。双子座、お布団一式まるまると買い替えたいの。新しいお布団ですることはあれしかないでしょ。蟹座、お料理を始めましょう。エプロンでおもてなし、もちろん素肌にでしょ。獅子座、ふわふわな新しいタオルを買ってほしいの。お風呂上がりの相手を拭いてみてあげてね。乙女座、新生活家計簿をつけてみましょう。パートナーとのあれの費用はいい思い出になりますよ。天秤座、ご近所をお散歩しましょう。隠れてイチャイチャできるところを探してみましょう。サソリ座、最新の家電をチェックしに行きましょう。最新の大人のおもちゃ、忘れないでね。いて座、大きな姿見を買いましょう。映り込む二人の姿に大興奮しちゃいそう。ヤギ座、クッションを新しくしましょう。ビーズクッションに包み込まれて動きたくなくなっちゃう。水亀座、歯ブラシを新しく揃えましょう。お口が臭いキスは嫌よ。魚座、
お風呂用のボディタオル忘れていませんか？背中の洗い子には必要です。手が滑ったりしていやん。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪ヤクモ漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。5月11日は朝6時、豊田北倫理法人会様にて小室由里講演させていただきます。会場は愛知県豊田市にございますホテル豊田キャッスル、こちらが会場となっております。お問い合わせは豊田北倫理法人会へお願いいたします。朝6時、早いですけれどもね、お会いできることを楽しみにしております。そして YouTube チャンネル友達 TV 内、小室由里のネットでウィークエンダー、私伝説の AV 女優と呼ばれる小室由里が実際のニュース記事をもとに日本の政治情について語っております。毎週土曜日22時配信中です。こちらもどうぞご期待くださいね。そしてライブ配信アプリ17ライブ、おかげさまでフォロワーさんが2000人になりまして、ありがとうございます。23時頃からの配信です。こちらもどうぞ遊びに来てくださいね。無料でご視聴いただけます。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里と、占い癒し所ヤクモアン、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社の提供でお届けいたしました。この後はウーマクーでやなわらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。今週はですね、お二人の最新情報がツイッターで広げず、さあどうしようと思っていたんですけれども、お二人に質問です。コンビでよかったと思う時はどんな時ですか？最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。恋心というやつ、いくら罵りわめいたところで、おいそれと胸の砦を出ていくものではありますまい。日本の小説家夏目漱石の名言です。出ていくものではないならば、ぐっと向かい合ってみるのもいいですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から